はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト92021ライブ配信始めていこうと思います。5月2週からのスタートですね。前回種付けを行いました。春競馬もいよいよ、まあ真ん中ですね。ダービーオークスまでやる予定です。4位か。ずっと3位キープしてたからちょっと厳しいな。いい馬出るといいですね。宗教相場、宗教相場だよなこれ。サーチパンドラとかもいるのにな。ジョッキーの絆もきっちり上がるんですね、こう見ると。ケイオプリキュアとか、知人もたくさん購入してますしね。スイープ投手誰も購入してないんだ。スカレットですね。3冠を狙います。ゼニアッタ首位互角か。 HK アイルはアミーゴ想定内が登場。2頭出しですね。京都新聞杯は出てない。デルタブルースやられてしまいました。では行きましょう。ネクスト。ちなみに、ツイッチで、配信を行っております。ツイッチのアカウントフォロー、チャットコメント、ライブ視聴お願いいたします。ツイッチライブウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。YouTube に翌々日ですので、24日21時、日本時間の午後9時ですね、に、このアーカイブを上げます。ぜひアーカイブでもご覧ください。YouTube チャンネル登録、高評価もお願いします。YouTube、This Live、アーカイブアップ、YouTube チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。Twitch でも配信し、Twitch、すいません、Twitter 持っております。チャット欄にアドレス記載しますので、ぜひ、アクセスの上、まだお方アカウントをフォローお願いいたします。マイツイッターアカウントフォロープリーズ。では、いきましょう。WRタフクラシックステークス、天野てるてるです。1番人気。てるてるは127ですね。勝ちたいですね。ミエスクズアプルーバルがライバルになりそうです。レース行きましょう。チャーチルダウンズ競馬場 G1。ワールド
ワールドフォード リバーブターフクラシックステークスです。芝 1800m。 こちらアメリカのチャーチルダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはウォーターウェイ記念、スタートいいですね。この馬も好スタートを切りました。先手を取ったのは予想通りセブンスパークル、さらには天野テルテル、11番オーコサルベージー、その後ろ先手を取ったのはセブンスパークル、これに続いてスリルフリー、その後ろからは3番手つけております。青の帽子アンサリングパーク、その後ろその外からクリーニングダイヤ、その隣にミエスクズアプルーバル、この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。内からはジムカリフォルニア、アラリアクリーニング、それに続いています。並んで1番ロングファンタジスタ、すぐ隣にスモークンローザ、最後方にアートネフュー、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から古豪セブンスパークル、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、10番天野テルテル2番手を追走。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はセブンスパークル、2番手は天野テルテル、さあもう先頭に躍り出ようとしている。スリルフリー3番手、さあ天野テルテルこのまま逃げ切れるかどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者の争いだ。天野テルテル先頭、あと 200m、 ミエスクズアプルーバル追い上げてきた。あでもミエスクズアプルーバルの方が勢いがいい。手は天野テルテル、かわされた。ミエスクズアプルーバル1着でゴール、2着は天野テルテル、3着にアンサリングパーク、勝ったのはミエスクズアプルーバル、見事な勝利です。いい運びだったんですけどね。さあケンタッキーオークスイゼニアッタ登場です。5番人気ちょっと人気ないですね。まあ男性なんでこれからではあるんですけど、この馬ってもう一番取ったっけ。まだ取ってないかもね。差しで行ってみましょう。ひとまずダイジェスト、チャーチルダウンズ競馬場 G1 ケンタッキーオークス3歳限定ダート 1800m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。2着だったかな。ファイティングトップレディ先頭、さあラグズトゥーリッチズ一気に来た。外か、残り 200m を通過して、ラグズトゥーリッチズ外ですね。ゼニアッタ、いけ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 。ラグズトゥーリッチズ、あー惜しい。リッチズ1着、2着はゼニアッタ、3着にキネマダマが、勝ったのはラグズトゥーリッチズ、見事な勝利です。外を伸びようとしたんですけどね、伸びきりわずかに及ばずでした。さあ次がプリンシパルステークスクラブ馬凱旋クールビーズ、3番人気か。まあ昇級初戦、オープンでの昇級初戦ですね。ドンセンクラウン、ライブコンサートあたりとぶつかります。ダイジェスト、東京オープン特別3歳ダビートライアルプリンシパルステークス芝 2000m です。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ライブコンサート先頭、前に迫る凱旋クールビーズ、クールビーズ来ましたね。先頭、外から凱旋クールビーズ先頭、残り 200m を通過して、さあ激戦になっている。先頭は今度は当選クラウン、2番手は凱旋クールビーズ、当選クラウン先頭だ。当選クラウン、当選クラウン、1着2着は凱旋クールビーズ、3着にライブコンサート、当選クラウン見事トライアルを勝利。本番に向けて夢が広がります。NHK マイルカップがやってまいりました。2頭出し、1番人気天野アミーゴ、想定内は6番人気か。2番人気ローレルゲレード、凱旋サウダケや凱旋決命石がクラブ馬として登場です。アミーゴグリグリですね。
想定内の戦法を選べます。これでいいのかな。ちょっとやっぱり前傾ペースなんで、アマノアミーゴがこのペースに巻き込まれなければいいんですけどね。レース行きましょう。東京競馬場3歳 G1 NHK マイルカップ、芝 1600m をマイル戦です。東京競馬場は3歳マイル王をかけた戦い。この長い直線で若駒たちがスピードの限界に挑戦します。さあ G1NHK マイルカップのスタートです。おっと、天野アミーゴ、ゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。大丈夫です。最後にローレルゲレイロ入ってゲートイン完了です。スタートしました。マイネルシーガル好スタートを切りました。アストンマーチャン、この馬も好スタートを切りました。大方の予想通り花を切ったのは凱旋サオガケヤ、これに続くのがマイネルシーガル、先手を取ったのはローレルゲレイロ、内からはエルギムレット、その外からアストンマーチャン、その隣に大隅大道、その横に凱旋決命石、カノヤ桜、すぐ後ろ赤の帽子、アマノアミーゴ、いい位置につけました。カルタコモドール、濃いですね、アマノアミーゴ。エルクルッパー、それに続きます。すぐ後ろに当選バド、エンマムーブメン、それに続いています。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。ここでマイネルシーガル先頭に変わりました。アストンマーチャン、ほとんど差がありません。凱旋サオガケヤ3番さあ上がっていったアマノアミーゴ、さあこれからです。マイネルシーガル持ったまま上がっていく。アマノアミーゴ、マイネルシーガル先頭、外から勢いよくアマノアミーゴ先頭、マイネルシーガル2番手、手応えはどうか。あと 200m 分かったでしょう。まだ後ろ、後方から一気にピンクカメオ、アマノアミーゴ、このぶっちぎった、完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はピンクカメオ、3着に天馬ムーブメント、アマノアミーゴ素晴らしいパフォーマンス、格の違いを見せつけました。ウィニングランです。G1 2連勝ガツン。そうだ、アマノアミーゴ、これ朝日杯フューチュリティステークスからのチョコだったんだな。そして、遊戯王が万能ステークス挑みます。遊戯王3周年ですね。44戦22勝、よくこれスピード C プラスで頑張ってますね。次は高塚だよな。やよしを取ってますからね、スピード C プラスでも。
手は12勝を挙げております。で、肩の松剣ですね、ちょっとやっぱり荷が重いんじゃないかな。脳トレ、脳トレ、ちょっと待って、でも疲れがな、まあいいのか。二頭出しじゃないからまあいいか。そしてビクトリアマイルに肩を猫返し、ダベキョチャレンジトロフィー1着からの挑みます。 G1 は取ったことがないんですね。初 G1 制覇を目指します。ピンクカメオ走りすぎじゃない？勝利の女神となれ、劇場のスイープ投手だ。猫返しは G 候補の一頭なんだな。スイープ投手一強ムード。待ってくださいね。だろう、これが てるてるは惜しかったな。まあもう急所してるから大丈夫ではあるんですけどね。てるてるは今年いっぱいですね。で現役は、まあ、牝馬限定戦の方がいいのかな。ちょっと宝塚は長いな、そういう意味で言えば。これとか、でも1008なんだよな、距離適正が。これか、じゃあプリティポリー。あーでも61キロ背負わされすぎだろう。まあこれとかか。まあ61キロはちょっと気になりますが、プリ
ケポリーしときましょう。で、ゼニアッタがユニコーンステークスか。惜しかったですね。もうちょっとだからな。もうユニコーン行くぐらいだったらもうジャパンダートダービーですよ、最終的には。考えてみや、芝のレースやってやって勝ってるんだよな。そういうこと二度とやりませんけどね。ニコンどうしようかな、挑ませるべきか。で、勝ちましたね、アミーゴに。あんまりコバで挑戦はさせたくないな。むしろ海外に行かせるべきだろう。でもちょっと疲れが溜まってるんで、休ませてから、決めましょう。想定内は伸びなかったよな。ニュージーランド頭皮を問うことはできたんですが、 G1 の壁は厚かった。なるほど、函館スプリントステークスか。まあコバとの争いっていう意味ではいいかもしれないですね。どれがいいんだ。よし。スピーダー B、パー C プラス。勝負根性と瞬発力はまだわからないっていう状況ですね。ハウルか。ハウルをローテもちょっと悩むとこですね。正直ここでオークスに行って消耗させるのはどうかな。取れるレースがあればいいんですけどね。あるとしたら5月を5週ぐらい。2400って大丈夫？ 2400 大丈夫。マイルも大丈夫か。ここか。ロープショーは重症じゃない。だからちょっとメンバー軽いですね。どうなんだ、左回りも右回りも、まあ、全勝してるからな。直線は分からん、吹雪かどうか分からないな。じゃあ行きましょう、ネクスト。マンノーステークス、天の遊戯王です。2番人気。128、イングリッシュチャンネルが1番人気ですね。シェイクスピア、ポンピリオンあたりか。
さあ、遊戯王戦法変えられます。ちょっとイングリッシュチャンネルに楽に逃がすさせるのはちょっと嫌ですね。レース行きましょう。ベルモントパーク競馬場 G1 万能王ステークス芝 2200m です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ゴーオンフィーツカルド好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくゴーオンフィーツカルド行きました。続いて前へ行くのはショーイングアップ、さらにはアルセアゲッター、米国の主砲イングリッシュチャンネル、その後ろ先手を取ったのはアルセアゲッター、少し離れてウィンチャットブラッド続いています。内からはミザールダイヤモンド、さらにはキングズドラマ、この辺りで各馬第一コーナーをカーブして第二コーナーに向かいました。好位置をキープしています。なんか上がっていってるぞ遊戯王。オンペリオン、ケルティックバラード、それに続きます緑の帽子メルセデスパートナー、その後ろシェイクスピア、そのうちに続いています。その外にアルクテラミス、しんがりからシェイクアウェッジ、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から5番アルセアゲッター、っています、ね、前として先頭、その隣にゴーオンフィーツカルド、好位置をキープしています。天の湯を並んで11番イングリッシュチャンネル、その外からウィンチャットブラッド、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として5番アルセアゲッター、差しなのに結構ほとんど差がありません。3番手に天の湯を絶好の手応え、前に行き過ぎ感はありますね。まだ後ろ安城のゴーサインはまだでしょうか。この辺りで、あ、でももう捕まえに行ってるやん、嘘だろ。内からはゴーモンフィーツカルド、あー、しかし直線コースに入りました。隙をつかれた。世界意地のぶつかり合いだ。残り 200m 先頭離されたイングリッシュチャンネル、イングリッシュチャンネルに天の湯をイングリッシュチャンネル、この馬で決まりか。2着をやっとキープっていう感じですね。完勝。2着は天の湯を、3着にシェイクスピア、勝ったのはイングリッシュチャンネル、見事な勝利です。勝負弱くなってます。競歩杯スプリングカップです。片野松健一番人気です。グリグリですね。ちょっとやっぱどう無理かなと思ったんですが、まあ、そんなに面物が重くないからなんだろうな。ダイジェストいきましょう。東京 G2 慶応杯スプリングカップ芝 1400m の短距離戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。マイネルモルゲン先頭、前に迫る片野松健、最後の追い上げ、中割ってきた片野松健、後続も横いっぱいに広がっている。あと 200m 片野松健、さらに足を伸ばす。2番手はシンボリグラム、片野松健先頭だ。先頭は片野松健、1着でゴール、2着はシンボリグラム、3着にマイネルハーティー。まずは前哨戦を制しました片野松健、ここは負けられません。本番の走りが今から期待できます。うん、いいんじゃないでしょうか。ちょっとメンバー見させてほしいよね。中2周にもなるし。さあクラブは凱旋トリビアです。ちょっと厳しいかな、見るだけだなこのレースは。京都オープン特別都大路ステークス芝 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アドマイヤロータス先頭、内からメジロエレイン、アドマイヤロータス先頭。どこにいるんだ。残り200m、ここで先頭変わってメジロエレイン上がってきた。気に凱旋トリビア、凱旋トリビア、おー撫で切ったな凱旋トリビア。2着にはどうやらアグネスドライブ、見事に勝ちました。凱旋トリビア、アグネスポット完敗です。着外に沈みました。うちね、なんかバグ沈んでましたわね、アグネスポットは。
誰がポットや。ということで、清流ステークス生の脳トレです。車台、あ、脳トレは一番人気となっております。中一周ですからね。そうそう、重賞欲しいぐらい。ここに挑戦させたら間違いかもな。ソーダの方行った方が良かったかも。ダイジェスト、京都オープン特別清流ステークスダート 1600m です。さあ、いよいよ直線の攻防。トロピカルライト先頭、内からぐんぐんとアマラノウトレ、先頭変わってアマラノウトレ。さあ、いやーでもまだ一気に来た。外からペラーリピサ、残り 200m、 トロピカルライトが食い下がってるぞ。2番手はトロピカルライト、アマラノウトレ、差を広げるアマラノウトレ、勝ちました。強い強いアマラノウトレ、圧勝ゴールイン。2着は微妙です。これは桁外れの強さだ、アマラノウトレ。調教師は紹介してもらえず。さあ、片尾猫返し、ビクトリアマイル一出走、一番人気ですね。2番人気はクラブはスイープ投手。ライラプスもクラブワへ出てますが、ちょっと厳しいな。スイープ投手と一騎打ちかと思ったオリーブレイドなんかもいるんですね。はい、意外と激戦かも。ディアリングハートなんかもいるんだ。レース行きましょう。東京競馬場牝馬限定マイル G1 ビクトリアマイル芝 1600m です。東京競馬場の芝 1600m で牝馬の意地と意地がぶつかり合います。さあ、春の女王に戴冠するのは果たしてどの馬か。 G1 ビクトリアマイル、いよいよ発走です。さあ、最後は大外枠の L イメージ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました、アルキーバランド。これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました、アルキーバランド。この辺りも前へ行きます。ジョリーダンス、これに続きます。先手を取ったのはジョリーダンス。好位置をキープしています。肩の猫がエチデアリングハート、そのうちに続いています。内からはライラプス、その外から名称バトラー、内からはモンローブロンド、その外にアンブロワーズ、青の帽子エイシンテンダー、その後ろ、その外にエルイメージ、内からは恋歌、並んで13番ヤマニンアラバスタ、その外に西のナースコール、内からはスイープ投手。少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。ここで歩きバランド、先頭に変わりました。2番手は3番ですね。3番手に肩の猫返しは悪くはない。コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ、先頭を伺う勢いだ。先頭、外から勢いよく肩の猫返し、先頭歩きバランド追いすがる。外から西のナースコール、さあ外はなんだあれ。先頭は依然として肩の猫返し、一気にディアデラノビア、肩の猫返し、先頭なんとか勝った。肩の猫返し、一着リアナロミアの追撃を抑えた。3着に西のナースコール、肩の猫返し、一番人気に応える見事な G1 勝利です。ウィニングランです。
初 G1 なんだ、猫返し。これそうだ、 G3 勝ってからだもんな。いやー、6歳遅咲きですね、普通そうなのに。いや本当に苦節、6歳、こういうパターンもあるものです。オンライン対戦やってみましょうか。オンライン対戦ってどんな感じなんだ。あ、一番16番人気、全然人気ないや。なんかこれ、いろんな馬主さんがいますね。大外か、東京競馬場の芝 1600m で牝馬の意地と意地がぶつかり合います。さあ、春の女王に戴冠するのは果たしてどの馬か。 G1 ビクトリアマイル、いよいよ発走です。さあ、最後は大外枠の肩の猫がゲートに入って体勢が整いました。スタートしました、イザラフィネール。これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。前へ行くのがイザラフィネール、これに続いてオリジンキーナー、キングスター、先手を取りました。その外からバクチバリアシオン、その後ろに青い、内からはエゾノトレード、並んで11番ユキフィニックス、瀬戸のフレイヤ、そのうちに続いています。その外に肩の猫がエチマガミマリエル、それに続きます。その隣にブレッサー、ルビービューティ、この馬もこのグループ。その後ろからはベローナ、内からはポーラーカロル、白の帽子ガオーダルシニア、その後ろ。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。ここでオリジンキーナー先頭に変わりました。キングスター、ほとんど差がありません。バクチバリアシオン3番手。さあ、いよいよ直線の攻防。ここで先頭はバクチバリアシオン、後続を引き離しにかかる。キングスター2番手、手応えはどうか。バクチバリアシオン強いな、もう完全に置かれてますね。残り 200m を通過してバクチバリアシオン意地を見せる。2番手はタレースアクト、バクチバリアシオン先頭だ。バクチバリアシオン、バクチバリアシオン1着、2着にはどうやらタレースアクト、3着にマグンタシェリー、バクチバリアシオン見事このレースを制しました。こうなってるんですね、オンラインは。17着、馬主ポイントっていうのはありますね。戻りましょう。星のランキングの29位、さあ、オークスの週です。クラブ、海外遠征は小泉が出ますね。小泉2勝です。ホープルステークスを取っております。まだまあ3歳なんでね、とはいえ早めなんで、早いこと勝っていきたいですね。2000m はぴったりの距離です。ダイス安川騎手って誰、パッとしないジョッキーがなるな。あ、一番マシなジョッキーなのか。これも松岡くんとかいますけどね。まあでも G1 だしな、これでいいでしょう。ヘアステックスはなんと4頭出走です。ダブついちゃいますよね。
スの女王を目指して、シンクの女王ですよね。一強です。ウォカもいますけどね、シーツの優勝は。これでしょう。あと2週か。まあまずはちょっと馬の状態を見て使うかどうか判断だな。欲しかったよな遊戯王は。本当に宝塚でいいのか。まあでも宝塚だよな、もう今年いっぱいだしな。マツケンは、初重賞制覇じゃない、ケア杯取ってるから、次 CBC 賞か。まあいいとは思うんだけど、安田記念とかでもいいかもしれない。じゃあ安田記念はダイヤメジャーがちょっと強すぎますね。なんでだろうも出てます。同感は、うん、5月を3週だよな、6月を2週あたりが良いとは思う。だからでもこっちの方がいいですね。マツケンは挑ませるならば、ちょっと様子を見よう。ノートレがジャパンダートダービーか、 2000m 重賞取らせたいですね。早いこと。ニコって3歳限定だよな。ゼニアッタがいいのか。ん？ゼニアッタ？なんでゼニアッタがこんなとこ出ない？いかんのだ？ゼニア、譲れ。ゼニア、ノートレに。ゼニアッタ、ゼニアッタでもう海外行かせましょう。1007の2100か。スタートで、あ、これ芝なんだ。意外と出せるレースがないな。これが6月を1週か。ちょっと待って、疲れば、でも休ませるよな。だから7月を1週行こうか。この辺か。この辺ですね。だからユニコーン出してもいいんですが、まあ一応置いときましょう。ローテ次第だけどね。ノートレにユニコーンステークスを譲ります。二甲返しがビクトリアマイルか。まあ距離は大丈夫だよな。ちょっと疲れが見えるので休ませます。二甲返し初の G1 制覇か。まあ金札とか、金札はもちろん銅札も怪しいからな。ようやくここで成績上げてくれました。まあ今年いっぱいだろうし、運よく取れましたけど、海外とかそんな大それたことは考えずに出すよレースを出していきましょう。芝のみですね。ナルオとかその辺だもんな。マーメイド行きましょう。どれぐらいに世話されるのかな。
57か、まあ世話されますけどね、まあいいでしょう。ちょっと疲れがな、心配ではありますが。よくか。どうでしょう小泉。あ、最上位だ。 G3 取ったばっかりですけど大丈夫かな。まあ出すかでしょうね。距離延長でウォッカが浮上してきますよね。お、全部天野だ。部屋はきりか。まあ出ないですけどね。たまちゃんが2番手で遊戯王か。たまちゃんと遊戯王は出走予定ですね。デルタブルースとかアドマイアムーンも出走か。アドマイアムーンはどうするかは来週考えましょう。ひとまずネクスト。サンタラリッシュは天野小泉です。1番人気小泉112か。決して飛び抜けたレーティングではないです。ライトシフト、ソートアルマゲストなど発信はできないですね。レース行きましょう。パリロンシャン競馬場 G1サンタラリショ芝 2000m です。こちらフランスのパリロンシャン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ソウトアルマゲスト好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してソウトアルマゲスト花に立ちます。その後ろからはチャンスナタル馬、この馬も上がっていく構えです。さらにはアルプニーヘレン9番ギフトリナクル、その後ろソウトアルマゲスト先手を取りました。好位置をキープしています。天野小泉青の帽子、積極策ですね。その後ろバロネスマリナー、この馬もこのグループ、スモークニンフ、それに続いています。その隣にポンポージャープリンセス、各馬ミディアムトラックのコーナーに入ります。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。すぐ隣にルビークォーター、その外からレディシャンテンダー、その後ろにウィナースペクタキュラー、リーフトースト、そのうちに続いています。並んで11番ライトシフト、内からはクロセルーラ、しんがりからアフリカントゥループ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。先頭は依然としてソウトアルマゲスト、2番手はギフトリナクル、アルプミーヘレン3番手。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあどうだ、日本と世界意地のぶつかり合いだ。追い出すが、ソウトアルマゲスト先頭、伸びがいまいちか。3番のリードアルプミーヘレン2番手、手応えはどうか。厳しいですね。伸びてきた、ここから勝負をかける。残り 200m を通過して、伸びてきてない。ここで先頭変わってライトシフト、なんか外から伸びてきたが、2番手は天野小泉ライトシフト先頭だ。天野小泉あれか、惜しい。天野小泉3着にソウトアルマゲスト、惜しかったんだ。ライトシフト見事な勝利です。別馬と勘違いした、惜しかった。メインステークスクラブは凱旋カリビアンですが、これ飛ばします。
ヘアステークスは4頭出しですね。4番人気までを占めております。やっぱりあの実績馬アマノデゼンシーになりますよね。ナルトが2番手、ユーソナ、それから極戦という順位は分かります。まあそれぞれ得意な戦法を発揮できるんじゃないでしょうか。ダイジェスト、京都 G3 ヘアステークス、ダート 1900m です。さあいよいよ直線の攻防、天野冬空先頭、1馬身から2馬身のリード、残り 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。天野デゼリシー抜けた、2番手は天野冬空、天野デゼリシー降臨、2着にはどうやら天野冬空、3着に天野マルト、これが世界を制した実力だ。天野デゼリシー、デゼリシー格の違いを見せつけた感じです。ユーソナ、エビナ騎手、キズナアップ。そしてオークスです。ダイワスカーレット登場。クラブ馬ウォッカとぶつかります。シーツの優勝馬がウォッカなんで、距離延長で差は詰まってきてるんで油断はできないですね。天馬バトルもこれ生産してるんだけど、売っちゃった馬なんだけどな。ローブレコルテあたりか、先方はやっぱり前有利でしょうね。ウォッカにとってはちょっと厳しい流れか。レースいきましょう。優秀牝馬オークス3歳、牝馬クラシック第2弾です。桜花賞からは距離がぐーんと延長して、芝 2400m になりました。この距離延長がどのような影響を及ぼすか、ダイワスカーレットにとっては試練のレースです。府中の芝 2400m という過酷な条件に果敢に挑む乙女たち、今年のレースにはどんなドラマが待っているんでしょうか。3歳牝馬の日本一を決める優秀牝馬オークスの発想です。さあ最後は大外枠のストロングスカイ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはオートリソフィア、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくオートリソフィア行きました。続いて前へ行くのは天馬バトル、さらにはダイワスカーレット、17番、天馬インゴッド、その後ろ大方の予想通り先頭に立ったのはダイワスカーレット、スイーフテール、それに続いています。すぐ後ろにオートリスラム、黄色の帽子、アムールキネマ、その後ろ、その外からフライバド、これに続いてベッラレイヤ、この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。その外にストロングスカイ、オリーブコリーダ、そのうちに続いています。その外にウォッカ並んで、前走であっと言わせたヤマニンサーチ、内からは西のトップレディ、その隣にローブデコルテ、ヒシベリクト、この馬もこのグループ1000メートルを通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。その後ろからはクリケティステディ、シンガリからエルナース、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。依然として G1 3勝、ダイワスカーレット、
この馬がペースを作っています。2馬身から3馬身のリード、少し間が空いて大鳥ソフィア、この辺りで各馬大欅の向こう側を通過。さあ先頭はまだ5番ダイワスカーレット、ダイワスカーレット、さらにリードを広げます。2番手は大鳥ソフィア、4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭をキープしたまま4コーナーへ。リードは3馬身以上、その差が広がります。内で食い下がる天満員ごと、まだ持ったままだが、ウォッカは来たか、ウォッカが伸びてきたぞ、まだ届きそうにない、とてつもない強さ、ダイワスカーレット圧勝です。段違いの強さです。2着はウォッカ、3着に天満員ごと、ダイワスカーレット牝馬2冠達成、あとは秋華賞を残すのみ、牝馬3冠はもう目前だ。ウィニングランです。さあ最大の難関と思われたオークスもこの馬にとっては何のことはありませんでした。牝馬3冠へもう止められないのか、ダイワスカーレット。展開にもまあ恵まれた感はありますね。うわ、大量出走です。5月5週アマノばっかりだな、これ。アドマイアムーンがいるけど、ダービーはアマノアイポッドが出走ですね。お、なんだろう、煽り VTR か。生涯一度の大舞台、アイマナ iPod トップです。一強ですね。ドリームジャーニーナーもいますが、 iPod がトップとされております。2年後にはそのアマの iPhone も出てきますからね。さあダイワスカーレットはまあ距離はでも大丈夫なんか、いやでも無茶でしょう、さすがに。よし、海外に行かせたいぐらいだよな。まあとりあえず一周放牧、ローテを決めて、イギリスオークス狙ってもいいかな。距離は2000が適距離か。あ、フランスオークスか。でもフランスオークスなんか出るんじゃなかったっけ、誰か出るような気がするんだけど、ロブレコルテが出てくんな。潰そう、潰しに行こう。こっち出しましょう。健康は B か、悪くないんですけど、あ、ダメだな。だから一周放牧しか無理。小泉は惜しかったな。距離は中距離コースですからね、悪くないんだけど、16、まあでも全然強いよな。頑固、健康値も低いな。柔軟性が低いのが難点ではありますね。でもまずやっぱり健康重視ですよね。さあ
ちょっと無駄なレース走らせたくないっていうところでしょうか。一周放牧してその後ローテを決めましょう。でも宝塚は出ない。ハウルちょっと調子落ちてるね。絆コマンドがない。悪くはないんだけどな、ピークの出来にはないっていう感じか。ジニアッタはジャパンダートダービーか。でも出るかどうかわからないです。ハイポッドは今週ですね。iPod も2冠かかってます。大賀さつき賞が初 G1 か、3冠がかかってますからね。さあブログ、負けたブログはフランスダービーの方に挑みます。悪くはないですけどね。ちょっとだからあないのか。まあここは堅実にもう走っていくしかないですね。無茶でしょう。ないんだ。一周放牧かな。ジュピターが煙か。高さが低いよな。でも乗せてくれないんだ。大会経験ある馬がジョッキーがタケとシーしかいないですからね。記者さんはいやまだ引退じゃないんだ。あ、マツケがいるからな。スタンド。オマイヤムーンは悪くないけどな。あと2勝優先して勝たせないといけません。あ、絆コマンドと投入できないんだよな。マツケンも同様だよな。パワー重視、強気。パワーがなんて言っても F プラスですからね。なさすぎます。まあ、スピードもないんだけどな。
2000は悪くないけどな。精神力か。メンタルをメンタルに変えたいが、精度、柔軟性か。柔軟性は欲しいですね。使ってみましょう。これ柔軟性が C になって1007の2500になりました。ダート馬なんでやっぱり下へ伸びたのは嬉しいですね。世界に花が急勝。ただね、ダートばっかりだもんな。芝でもいけるとこうジェスターゲームで見せたいですね。テルテルは一周放牧。参照ですね、ニジブリッジは。さくらは勝ちましたけど、さすがに宝塚は無理。勝負根性が F なんだな。1億だから本当はここら辺ですよね、出すなら。でももうちょっと後ら辺でいいから、こことか。七夕賞あたりに出しましょう。健康値は高いんだけどな。調子が上がらないので放牧して、ネッキー帝王賞か。まあでも他出てる馬いないよな。アートウォーター勝ちたいんやじゃ無理やから、この馬に任せるしかないですね。マイルチャンピオンシップ馬なんで当然出します。わ、なんか疲れがすごいな。伏線はちょっと出すレースがなくて困ってます。2億も稼いでるんだ。ここは困ったもんですよね。2000の2400なんだよな。え、帝王賞は勝てないよな。距離が短い。ここですね、ブリーダーズゴールドカップ。
柔軟、そうそう、柔軟性か。なんかパッとしないですよね。マーメイドか。でもビクトリアマイル取った馬がマーメイド出てもうしゃあないですからね。本音として別の馬に渡したいとこですね。さくらとか良かったのにな。まあでもさくら調子悪いからな。まだマーメイドに渡すわけにはいかない。あ、だからでももう寿命が近いからな。だから無理はできないんだ。たまちゃんはまあ安田です。安田じゃない、宝塚と言いたいとこですけど、遊戯王とかやったってアドマイアムーンとかいるからな、邪魔したくないよな。もっと距離長いレースないのか。4戦は長いな。イエーツとか強い馬ですからね。あ、ここもありますけど、コロネーションの方がいいのか。ここ出しましょう。タマちゃんはね、ダイヤメジャー当然安田記念。ナルトは難しいな、次のレースの判断が。ちょっと距離がな、長距離に偏りすぎてるのがな、よくないよな。休ませないといけないですからね。6月4週か。6月4週になるとちょっと厳しいかな。普通は帝王賞とかなんですけどね。一応ここ登録だけはしとこう。距離短いのは気になるけどな。レゼーシは次はエルムステークス挑みますが、そんなとこじゃないよな、挑ませんのは。まあでもまあ2週放牧だな。で8月の2週、6月の2週、7月の2週以降出れてマイルも行けるんだよな。ウィットニーステークス、これなら手押しでいいやんになりますけどね。金引きりとの対戦か。まあ、でも勝負付け済んだ 感はありますからね、金引きりとやったら。
出すレースが難しいな。ホイットニーかな。ハリーポッターはこれ調子がいい今週だよな。遊戯王はなんか遊戯王はまあ確かに宝塚でいいんだけどな。ネクストゲームリーステークス天のジュピターです。一番人気、ただ押し出された一番人気っていう感じがあります。まだ実績がないですからね。前残りのペースもちょっと不利ですよね。レース行きましょう。三段にた競馬場 G1 ゲームリーステークス芝 1800m です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはハニーライダー。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくハニーライダー行きました。続いて前へ行くのはマックスジーンアカウント、さらにはオールオブファミリー、5番リズンリゾルバー、その後ろマックスジーンアカウント、先手を取りました。少し開いてナショバズキー、天のジュピター、いい位置です。その外からフロジストンコロニア、すぐ後ろにクインリースターク、その隣にトリーステディ、すぐ隣にエイリーンズアドラーブル。この辺りで各馬第一コーナーをカーブして第二コーナーに向かいました。スイープスウェイン、その前に進出、これに続くのがラピスミショナリー、コートシップルーレット、それに続きますしんがりからイーグルベッド、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。ポジションはいいんじゃないでしょうか。思った方以上に前に行けてる。リードは1馬身から2馬身、その後ろからは枠を利したとこもあるな。さあこれ小回りですからね、早めに仕掛けないと遠きませんよ。ほとんど差がありません。さあ上がっていく。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。どうだ、ここで先頭はハニーライダー。ハニーライダーを捉えられるか。ハニーライダー伸びてきた。いけいけいけ。ファミリーハニーライダー粘る。ハニーライダーハニーライダー。ああ残念。2着は天のジュピター、3着に伸びきれなかった。勝ったのはハニーライダー、見事な勝利です。ファルクはテンレースプリも悪くはなかったんですけどね、凄みは感じなかったな。 メトロポリターハンで天の気持ちいい一番人気104、押し出されてるのかな。レース行きましょう。ベルモントパーク競馬場 G1メトロポリターハンデダート1600m です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。天の気持ちいい、好スタートを切りました。オマージュカンタのダッシュがつきません。ダッシュよく天の気持ちいい行きました。続いて前へ行くのはサンリバー、さらにはアインシュタイン、11番ペクランズムーン、その後ろ先手を取ったのは天の気持ちいい、少し開いてウェルアームド、これに続いてオンリーエンジョイ、その外からアーリーアフロディーテ、並んで6番トゥクワイエット、すぐ後ろにムードガウン、行けました、ね、マイアミストーン、すぐ後ろその後ろにジェイクトラウン、ジュークボックスディレクター、そのうちに続いています。白の帽子トゥモローエクスプレス、その後ろややスローペースといったところか。これが後方の馬にどう影響するでしょうか。さあ先頭は依然として連勝中の天の気持ちいい、
2番手はアインシュタイン、デクランズムーン。アインシュタインをぴったりマークしております。このまま逃げ切れるかどうか、後続も追い上げていきます。さあ先頭は天野気持ちいい。最終コーナーをカーブして直線さあ追い出す。アインシュタインとの一騎打ち、中を割ってくる馬がいる。意地のぶつかり合いだ。アインシュタイン先頭、アインシュタイン先頭。あ、最後垂れてしまった。第2戦のゴール前、果たしてどっちが勝ったのか。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度。4着か。展開良かったんだけどな。タタソウルズゴールドカップ、アドマイアムーンです。必勝体制、1番人気。127ですね、アドマイアムーン。ディラン・トーマス・ナニナあたりか。先方はやや前が有利っていうところではありますが、そんなに有利不利はないかもしれないです。レース行きましょう。から競馬場 G1 タタソウルズゴールドカップ、芝 2100m、 アドマイアムーン出走です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ディラン・トーマス好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくディラン・トーマス行きました。続いて前へ行くのはクイックリータルク、さらにはオールドテンダー、4番ブリリアントスナップ、その後ろクイックリータルク、先手を取りました。プレミアムカナリナすぐ後ろ、内からはクルーズトーク、その後ろからはホライトリーマース、アドマイアムーン、いい位置です。その外からナニナ、これに続くのがフィーインサイド、その隣にティーフォルム、ブリューピコ、そのうちに続いています。すぐ後ろにナイトエレノア、これに続いてネクストイースト、並んで G1 3勝オーロラデイブ、最後方にビュード。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度古豪クイックリータルク、依然として先頭、すぐ隣にディラン・トーマス、すぐ後ろにプレミアムカナリナ。1000m を通過、ややスローペースといったところか、うん、これが後方の馬にどう影響するでしょうか。いい、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。好位置をキープしています。アドマイアムーン、すぐ後ろにブリリアントスナック、その後ろにオールドテンダー。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。この辺りで先頭が変わりました。ディラン・トーマス、プレミアムカナリナ、ほとんど差がありません。クイックリータルク、さあこっからだ。残りあと 400m、 長い直線、アドマイアムーン。だから前のディラン・トーマスが先頭はディラン・トーマス、強い。後続を引き離しにかかります。後方から一気にビュード、ディラン・トーマス1着、3着完勝、2着はビュード、3着にアドマイアムーン、勝ったのはディラン・トーマス、見事な勝利です。悪くないんだけどな。アイルランド戦技に山のハウル、一番人気。下された一番人気感が強い。戦法的には差しでもいいとは思いますが、どうなりますか。レースです。から競馬場 G はアイルランド戦技に、芝 1600m のマイル戦です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。まずは先行争い、何が行くでしょうか。イノセントホワイ前に行きそうです。アウティングピアリス、それに続いています。さらにはバラシバ、 G1 馬カシミヤハリウッド、その後ろ先手を取ったのはアウティングピアリス、これに続くのがストライキングアラバ、ジェモナグラディオラス、そのうちに続いています。フルートザイザー上がっていきました。その外からポリネシアンソフトリー、その外にオープルウィンクル、内からはキャリアアーティス、
その外にブッククロース、内からはピンスケールビオン、セイクリッドスポット、すぐ後ろ黒の帽子、サムタイムサプライズ、その後ろ競馬っぽい。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。アマノハウル後ろから、前はアウティングピアリス、2番手はイノセントホワイト、バラシバ3番手アマノハウル、この位置から届くのか。この辺りで後続でも上がってきてますよ。ハウル残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。届くかどうかって言ったらまた厳しいな。後続も横いっぱいに広がっている。あと 200m、 先頭は変わってサムタイムサプライズ、ストライキングアラマ迫る、ストライキングアラマ差し切った、ストライキングアラマ、海外の強い壁。2着にはどうやらサムタイムサプライズ、3着にオプフルウィンクル、勝ったのはストライキングアラマ、見事な勝利です。精神力が高くないとダメなのかな。アイルランド2000ギニー、山の着歌です。3番人気はちょっと厳しいな。103、ダイジェスト、カラ競馬場 G1 アイルランド2000ギニー、3歳、芝 1600m 直線競馬です。前はフェアプリメロ、2番手はダッチアート、キャバーンポーション、3番手残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。フェアプリメロ先頭、さあエクセレントアート、一気に来た、あと 200m、 エクセレントアート先頭だ。2番手はスマーティソワリング、エクセレントアート先頭だ。先頭はエクセレントアート、1着でゴール。2着にはどうやらスマーティソワリング、勝ったのはエクセレントアート、見事な勝利です。全然 G1 勝てないな。4着でした。精神面のひ弱さ。チャンピオンズ&チャターカップ、天の虹ブリッジ1番人気、全部1番人気なんですよね。さっきの着歌は違うけど、でも勝ててない。さあ横一線といったとこなんで、このレースも甘くはないよな。追い込みか、前に行く馬が有利に見えますが、レース行きましょう。シャティン競馬場 G1 チャンピオンズ&チャターカップ、芝 2400m をクラシックディスタンスです。こちら香港のシャティン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはリンガストリーミング、アリバウミンストレラ、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよく飛び出してリンガストリーミング、鼻に立ちます。その後ろからはアリバウミンストレラ、この馬も上がっていく構えです。ブリッシュラック、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはアプライドキング、すぐ後ろにリンガストリーミング、フローレンスタック、それに続きますクエイカートゥース、それに続いています。この辺りで各馬第1コーナーにかかります。その隣にアリバウミンストレラ、その横にエイティリバース、その外からライジングツリー、これに続いてトロットグリレット、並んで10番ベンジャンスオブレイン、黒の帽子、リバパタカ、その後ろ、その外にブリッシュラック、並んで6番ディストーティドオブリック。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。これに続くのがバースキッド、一番後ろに天の虹ブリッジ、各馬最後方ですね。懸命の力走です。もう一度先頭に戻りましょう。9番アプライドキング、依然として先頭リンガストリーミング、すぐ後ろ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてアプライドキング、リンガストリーミング、ほとんど差がありません。間を挟んでライジングツリー、3番手 G1 3勝天の虹ブリッジ、まだ後ろ、この位置から果たして届くかどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。虹ブリッジまだ最高峰だ。王者の争いだ。アプライドキング先頭、2馬身から3馬身引き離す。ベンジャンスオブレイン、内から上がってはきているが、前に迫れるか。残り 200m、 ベンジャンスオブレイン先頭だ。一気に捉えるか。リバパタカ、リバパタカ抜けた。2番手はベンジャンスオブレイン、リバパタカ強い強い。3着ですね。圧勝ゴールイン。2着はベンジャンスオブレイン、3着に天の虹ブリッジ、勝ったのはリバパタカ、見事な勝利です。
さあにダービーです。サマナイポット一番人気グリグリですね。ドリームジャーニーが対抗となっております。クラブは浅草キングスも登場。これが3番人気。さあレース行ってみますか。まあ、グリグリなんで多分勝てると思います。レースです。東京競馬場 G1 日本ダービー東京優駿、ホースマンが夢見た頂点、この年の頂点を決めるレースです。芝 2400m です。馬主、調教師、騎手、すべてのホースマンが一度は勝ちたいと夢見るこのレース。実力とそして強い運がなければこの栄冠は勝ち取れません。日本競馬の最高峰東京優駿日本ダービー、いよいよ発走です。おっと、ナムラマース、ゲート入りがスムーズにいきません。大丈夫でしょうか。大丈夫です。最後にスクウォンホース入ってゲートイン完了です。スタートしました。好スタートを決めたのはアドマイヤオーラ。おっと、ナムラマース出遅れてしまいました。ダッシュよく飛び出してアドマイヤオーラ花に立ちます。その後ろからはビクトリー、この馬も上がっていく構えです。さらにはエンマバトラー、栗色の馬体、オリーブベル、その後ろ先手を取ったのはアドマイヤオーラ、その後ろからはエルスターダスト、すぐ後ろに浅草キングス、その後ろにメジロウィルダーネス、エンマチェイサー、その前に進出ナムラマース、それに続いています。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。一番人気のアマノアイポッド現在先端に取り付いています。これに続くのがトラベルチューン、凱旋エルシオ、すぐ後ろその外にオリーブロック、ピンクの帽子、スクウォンホース、その後ろ 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。すぐ隣にボーセンクラウン、すぐ後ろにヤマリンスターリー、ドリームジャーニー、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。しんがりからスリーシューズ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度一気に先頭に立ちました。16番ビクトリー、各馬大欅を通過。先頭は依然としてビクトリー、ビクトリー後続を引き離す。2番手はアドマイヤオーラ、エンマバトラー、3番手アマノアイポッド、まだ動きません。さあ世代の頂点をかけてビクトリー先頭、外から勢いよくさあアイポッド上がってきた。ここで先頭に立ったアドマイヤオーラ、前に迫るアマノアイポッド、ここで先頭に躍り出た。あと 200m、 これは完全にちぎれた。いや強い。スリーシューズ後続は大きく離れました。ぶっちぎりです。今ゴールイン、段違いの強さです。2着は微妙です。アマノアイポッド2冠達成、あとは秋の菊花賞のみ、夢の3冠まであと一歩に迫りました。ウィニングランです。2冠達成、アマノアイポッド。勝ちましたね。さあ目黒記念です。1番人気天のハリポタ、2番人気刀アタネとなっております。ハリポタがグリグリですね。
ダイジェストです、東京 G2 目黒記念芝 2500m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。アドマイヤメイン先頭、差は3馬身、後続の手応えもいい。アドマイヤメイン先頭、外から勢いよく肩のアテネ先頭、ね、残り 200m を通過して、先頭は肩のアテネ、2番手はピンキライミ、肩のアテネ先頭だ、肩のアテネ1着、2着はインティライミ、3着に天のハリポタ、見事に勝ちました肩のアテネ。中小初制覇なのかこれ。オフ受胎の馬多いな。お、一口プラス40,000円。さあ安田記念の週です。この週までやるかな、どうするかな。マイル王決定戦、スクヘイ、フットパパ、ハーフのスナイパー、ロジック、オールラウンダー、あれ実力馬、ダイワメジャーは、ダイヤメジャーがいない。お、危ない危ない、キューちゃん管理責任が問われます。春来キューちゃんの娘、ダービー馬の意向により馬同士を闘志が上がる。2回行動、まずは富士タイバーをつけましょう。ガンビットでいいかな。ガンビットにしましょう。5かスキャンはロックハード点が良さそうですね。40はすごいけど、インブリードはダメなんだよな。インブリードはダメ。その後ソングオブウィンドウですよね。ソングオブウィンドウでいきましょう。マインシャフトが良さそうか。いい馬もいいんですが、マインシャフトでいきます。アグネスエータルか、パッとしないな。これならカリスマの方がいい。
スペもいいですけどね。カリスマで行ってみましょう。ディープかな、ディープとスペ悩みますが、うん、ディープで、あ、ディープじゃない、スペで行きましょう。これスキャーが抜け出てますね。スキャンで行きましょう。で、クラブです。4頭ですね。イクノディクタス。イクノディクタスか。売っちゃってもいいんじゃないのこれ。もう。クラブの炊飯食品は、あ、ん？購入？あれ、売れないんだ、これ。テクノディクタスって。あ、買うことしかできないんだな。ドンタコスが抜け出てる感じはありますね。ドンタコスで行ってみましょう。ドロップキットはでも健康面が気になりますって書いてる。リスクが高いんだな。これはシルバーチャームで行ってみよう。エディントンか。エディントン行ってみよう。タイタニックがトップですね。ああ、大激戦だこれ。ああ、でもトルネードが良さそう。ポタはちょっと宝塚はいいや。戸建記念あたりですよね。
マーメイドじゃないような気がするけどな。でもマーメイドしかい、猫菓子しかいないのも事実。ミチブリッジはこれ無理じゃないか。無理じゃないけど宝塚じゃないよな。バスレースはデッキが全然上がらない。どうしたんだ一体。調子上げるしかないや。全然調子上がらないよな。あ、ダートバーか。どうかな。ミチブリッジここに出すはちょっと違うような気がするんだよな。2週以降の芝か。の方出しましょうか。金車さんをどこに出すかですね。問題は。まあ、普通に考えればここですよね。ダイヤモンドジュビリー。金車さ1000から1400だからここ出しましょう。乗ってくれない。6勝だからな。宝塚出したくない。今年いっぱいなんで。スパン賞が2着か。ここに出しましょう。どうかな。ちょっと厳しいような気がするけどな。
テーネは、まあ、勝ちましたよね、目黒記念。力強い伸び足だったよな。だから東京はすごい向いてるんじゃないかな。東京の2500は宝塚なると微妙に短いかもしれない。軽いメンバーに見える。マンディルはまあいいとしても、ああでもちょっと調子がな、落ちる頃だろうな、7月を一周なると。もうちょっと後か。距離かな、微妙に長いんだよな。NHK マイルカップ取った。で、7月を1周以降のできれば3歳戦、ジャンプラ賞とかですね。ジャンプラ賞行きましょう。でももうちょっと長い距離でもいいかもね。マイルとか。うちはでも強い馬が出てんな。落ちますね。想定内は、うん、5120万じゃないですか。オープン特別でもいいぐらいだよな。受賞取ってる？ニュージーランドトーフィー取ってるから。1008でもいいぐらいですよね。プソムカップとか、6月2週だとかぶっちゃうんだ、武豊が。
瞳閉じてとアドマイアムーンもどっちか別をジョッキーしないといけないですね。ジュピターがアンドになってるけど、復活4周どこで被ってんだ。ああ、遊戯王が武豊なんだ。いや、遊戯王でいいでしょう。たまね。ああ、ここも被るんだ。たまちゃん、もう取ってるからな。C 機種に。金引きにはアンカツか。あ、でもまだ被ってる。高田もいいけどな。黒田プリティポリー7月を1周、つまりこれですよ。どことかぶってんだ。やっぱ想定内、やっぱり無理でした。でダイワスカーレットがアメリカとアイルランドで被ってんのか。ダイワスカーレットが今だ4勝なんで、こっちを優先しましょう。メインのジョッキーって誰？新崎騎手かな。42歳だからな。これでいきますか。どこまで行ったっけ。出ないぐらいまでか。で、ノートレがユニコーン。ファイアムーンの投手上げとこう。小泉はまあ頑張ってはいるけど、ここに出すのはちょっともったいないな。
6月を3週以降出せるから、芝の 2000m ですね、ベストは。あれ、フランス出てなかったっけ。こっち行こうかなと思ったらダイスがいる。フランスオークスか。かぶってないよな今のところ。ハウルはちょっと出来が悪すぎるな。一気になんか調子悪くなっちゃった感じ。まあ宝塚のわけがないからな。距離適正は長いからな。距離適正幅はでかいんで、小林がいいのか。まあラジオ日経賞に行きましょう。さてと、椿がデビューか。気がつけば2時間過ぎてしまいましたね。4週しかしてないのにな。思った以上に、だから時間を費やしてしまいましたね。まあダービーオークスはじめ春競馬本番があるからといってもちょっともったいないかな。ということで、ひとまず4週分しかできなかったですが、今回はここまでとしたいと思います。次回6月の競馬を行いたいと思います。きっとまあ宝塚までは行けるかなと思いますので、ぜひ、見に来てください。このツイッチで、配信を行う予定です。配信終了後は翌々日21時に YouTube にもアーカイブを上げますので、そちらでもぜひ見てください。ツイッチライブ視聴、アカウントフォロー、チャットコメントぜひお願いします。プリーズツイッチライブウォッチ&アカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。アーカイブ上げます YouTube もぜひご覧ください。チャット欄に YouTube のチャンネルのリンク貼ってございます。アクセスの上ぜひチャンネル登録お願いいたします。マイ YouTube チャンネル、アカウント、チャンネル、サブスクライブド、プリーズ。チャット欄には、Twitch のリンクも貼ってございます。Twitch のアカウント、アクセスの上、ぜひ、まだお方フォローお願いいたします。Twitch、マイアカウントフォロー、プリーズ。ウィーニングポスト92021ライブ配信お届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。